県内で新型コロナウイルスの感染者が増加していることを受けて、県は対策を強化する方針で、今日夕方に会議を開き、時短要請を含めた対策について協議します。県は現在、リバウンド防止徹底期間として、県外との不要不急の移動や飲食を伴う行事などの自粛を求めていますが、県内の感染者数はおとといと昨日の2日続けて40人を超えるなど増加傾向にあります。このため県は対策を強化する方針を固め、今日午後4時半から対策本部会議を開く予定です。複数の関係者によりますと、会議では飲食店への時短要請を含めたいくつかの感染対策について話し合われる見込みで、専門家の意見を踏まえ最終決定されます。村井知事は東京都に出張中ですが、オンラインで会議に参加する予定です。